地域で代々受け継がれてきたお祭りの伝統。毎年お祭りを楽しみにしている天ぷら上島の上島さん、代々この町を見つめ暮らしてきた。おじいちゃんの時からずっとみんなで楽しくやってるから、それが当たり前だと思っちゃってるから。一方、旧東海道沿いにある畳松岡、安永8年創業で現在は7代目にあたる。子供の時からやる環境になっちゃってましたんでね、あんまり考えずにそのまま来ちゃってますね。そして旗の台にある井村建設は3代続く建築家の一家。うちのおじいちゃんからの代なんで、3代目としてしっかりやっていきたいなと思いましたね。これは品川の地で代々家業を受け継ぐ人たちの物語である。昭和の中頃まで漁業が盛んに行われた品川浦の船だまり。長年この町を見つめ暮らしてきた天ぷら上島。漁師だった上島さん一家が釣り船で天ぷらを振る舞う船宿を始めたのが昭和28年頃。おかみさんの清さんは2代目にあたる。東品川に住んでたんですけど、そこ焼夷弾で焼かれて、昭和ね28年に来たんですよね。その時は漁師やってたんですよ。いろいろ魚なんかも取ってきたり、冬は海苔やってました。ずっと漁師をやってたんですけど、海がダメになって、それから食堂をやるようになったんですよね。東京湾の大規模な埋め立て工事が進み、品川浦の漁師は昭和37年に漁業権を放棄。上島さんたちは漁師を辞めて船宿から大衆食堂へと舵を切ることになった。5時過ぎとかやってましたね。朝タクシーとか明けでみんな飲みに来てましたね。平成6年頃には夜勤を終えたタクシーの運転手などが午前中からビールを飲む姿が見られた。そのお店も平成17年に立ち退きを迫られ、通りの向かい側に移転することになった。こちらは清さんの娘、3代目の雅代さん。後を継ぐ形で一緒にお店を切り盛りしている。学生の時も忙しければ手伝うみたいな。高校卒業して普通に自然に手伝ってましたね。継ぐとか思ってないですから、やらなきゃいけないとかそんな使命感もないし、気がついたら今かなみたいな。今は雅代さんの娘さんたちが交代でお店を手伝っている。朝から夜まで大変ですよね。祭日も休まないですから、本当に日曜だけですから。私は当たり前のように来てるから何でもないですけど、今の人はそういうあれができるかどうかは分からない。天ぷら上島のすぐ近くにある創作料理のお店、居残り蓮。ここで料理をしているのは4代目として期待されている雅代さんの息子さん。親が料理作ってるのを見てて、小学校ぐらいの時から自分のお昼ご飯作ったりとか、やっぱ人に食べてもらって美味しいって言われるのが嬉しくて、料理の方の道にっていう。僕のひいじいさんの代からやってることなんで、それがこう終わっちゃうっていうのは、まあ、悲しいですけどね。いざとなったらっていう気持ちはありますけど。この日、江原神社を訪ねる松岡さんの姿があった。江原神社の畳は代々松岡家が治めている。この日は畳を補修するため、その受け取りに来ていた。おかげさまで南の旧道沿いはほとんどやらせていただいているような感じで。松岡さんは南品川にある老舗畳松岡の7代目。安永8年創業、江戸時代から続く畳職人の技術を受け継いでいる。結構手先器用なんで、小学校6年ぐらいの時にお座つくと売れるんですよ。
売れるのは全部小遣いでできてたからね。まあ親が利口だったのかもしれない。あとね、同級生もね、みんな後取ってるんですよ。お店屋さんもそうだし、やっぱり職人もいますんでね、地域性ですね、こちらは荏原神社の神職が使う特殊な畳。へりの縫い付けにはカーブのついた針を使用している。やっぱりいいものの方が気使う分だけ出来上がりいいですからね。やりがいもあるし、その分腕を磨かないとうまくできないんで、一生勉強みたいですね、補修を終えた畳を荏原神社に届ける松岡さん。本殿の中で慎重に配置する姿が見られた。まあ、定位置でこのくらいぐらいです。ここに藁を入れまして、足が楽なように少し柔らかめに作りましたから、ね、ありがとうございます。神社の畳などは事あるごとに取り替えていただいて、非常に腕のいい方なので、そういったものをですね、子孫にお伝えいただきまして、これからも神社のためにご奉仕いただければ幸いと存じております。平成4年の畳松岡の様子。この時はまだ松岡さんのお父さんが働く姿を見ることができた。こちらは当時小学生だった息子さん。8代目として期待されていたが、現在は違う仕事に就いている。いや、将来的にできる範囲までやるか、まあ息子がどうなるかっていうのはまだちょっと未定ですけれども、まああと10年はそこにながらどうってことないと思います。一見普通のお宅に見えるこちらは、井村建設の住居兼事務所。社長の井村誠さん、小学4年生の時に父親の手伝いを始めて以来、建築の道に進んでいる。親を助けてあげようかなって気持ちで一応手伝ったのが自分の考え。本当私ね、建築じゃない方の趣味だったもんですから、だけどどこの職業ついてもね、自分で一生懸命やればいいかなと思ったから大工になりました。建築はね、旗から見るほどいいもんじゃないよと、責任があるから骨折れるよと言って話したんですけど、やっぱり親父の後はね、やると言って学校終わってからね、来たんですよ。誠さんの父親、先代の貞一さんが戦後の昭和22年、旗の台に移り、バラックを建てる仕事を受けた。戦後復興の手伝いから井村さんは旗の台で暮らし、建築家を続けている。ここがそうなんだね。ここはちょっとね、簡単な畑みたいになってるの、奥まったところにそこを借りてたんでね。ここから通ってバラックみたいなのを頼まれたりして、ね、資材がないんですから、本当に最小限古い釘を使ったんだよね。なくて打ってても曲がっちゃうんですよ。そんなことをちょっと記憶してますね。これは平成6年の映像。住宅の建築現場で働く職人の中に、誠さんの息子さんで3代目にあたる博さんの姿があった。博さんは小学5年生から父親の仕事の手伝いを始め、この道に進んだ。人に認められるような家を作って、自分の会社をちょっと大きくしたいなって感じ。およそ20年経った今、現場の職人は博さん一人だけになってしまった。町場の新築が少ないんで、昔よりは仕事が減って一人でやっていくしかない時代になったのかなと思いますけど ね。作業を手伝う子供の姿。小学4年生のゆうきくん、博さんの長男で4代目としての期待が高まる。楽しい。将来大工さんになりたいです。できれば4代目を目指してやってほしいなとは思ってますね。3代目として昔からのお得意さんの仕事をより良いサービスとともに頑張って仕事をしたいなと思ってます。品川の地で生まれ、代々家業を受け継ぎ暮らしてきた人々。その営みはこれから先も町の歴史をつないでいくことだろう。